リチャード・アイ・ラ・ボングは、アメリカの陸軍軍人。最終階級は、陸軍少佐。愛称は、ディック。アメリカ全軍において第一位となる、撃墜数40機を誇るエースパイロット。名誉勲章受勲者。相手は機種に婚約者の写真を大きく引き伸ばして貼った、P-38J-15、LO ライトニング42から10万3993号機、マージ号。 ウィスコンシン州ポプラで生まれ、高校卒業後は教師になるために、州立高等師範学校に通っていたが、19歳の時に第二次世界大戦が勃発。その後戦闘機パイロットになるために1941年5月に陸軍航空隊へ入隊。1942年10月から南西太平洋戦線に配属された。格闘戦には、不向きな P-38 で日本軍機を相手に戦い、1944年4月第一次世界大戦中にエディ・リッケンバッカーが記録した26機を上回ってアメリカ軍全軍を通じてのトップエースとなる。同年12月に名誉勲章を受賞した後は本国勤務に回され、婚約者と結婚して、 広報活動と新型ジェット戦闘機 P-80 シューティングスターのテストパイロットを務めていたが、1945年8月6日、P-80 の離陸直後の墜落事故で死亡した。ありがとうございます。